きなり充電ができなくなってしまいまして、原因を探っていろいろと見ていたところ、こちらの破損により充電ができなくなってしまいました。 PC 側の電源ジャック部分の破損となります。電源ジャック固定ネジ部分のプラスチックが破損して、電源ジャックが奥に入ってしまい、そこにアダプターを無理やり差し込んだりして、ジャックの中も破損してしまった感じ。こんな感じで完全にジャックが壊れてしまいました。これ参りましたね。さすがにやばいです。 PC が使えないのはさすがにまずいですね。今 PC をばらして FE をね外したところですが、自分で修理ができるのか考えていたところです。ノート PC はデルのインスピロン5767となりますが、インターネットでケーブルを検索してみたところ、なんとね見つけました。アリエクスプレスで300円、見る限りは同じようなケーブルですね。まあ中華サイトなので純正ではないと思います。とにかく絶対必要なのでこちらをね購入してみます。こんな感じでやっとね到着しました。約2週間となりますが、 PC が動かないのはねかなり苦痛でした。ではケーブルの方を比べてみたいと思います。よく見るとこんな感じでね微妙に違いますね。ネジ止め部分は折れたのでないですが、見る限りはね大丈夫そうですね。ジャックも合うので多分ね動くと思います。充電時の LED が見えるので、この状態で差し込んでみて確認の方をねしてみます。はい、こんな感じで充電の方されてますね。いやーよかった。この部分が折れてしまったのが最初の原因だと思われます。では PC を起動して、電源の方を差し込んでみます。はい、こんな感じでね、バッチリですね。アリエク様様です。本当に助かりました。
こんな感じで電源ジャックを探してみるとね、見つかる場合もありますので、探して修理してみるのもいいと思います。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。